トギモチセカンドです。今日はね、私が日本に帰ると結構好きでいつも買って帰るやつ紹介したいと思います。これいつもねネットで注文して大量買いするんですけど、これもっちりたい焼きのあんことカスタードクリーム、この2つもうちょっと空いてるんですけどね。じゃん。これね、よく駄菓子屋さんとか行くと売ってるんですよ。このサイズでちっちゃいたい焼きのお菓子なんですけど、あんことカスタードです。私はいつもねネットで箱買いしてます。これね本当に名前通りね結構もっちりなんですよ。ちなみに私が買うのは10個入りのやつ。これがねなんかもちもちで結構美味しくってね好きなんですよ。まずあんこ、ほらかわいい、こんな感じのたい焼きさん、もろたい焼きの形ですね。で中はこれ生地がまたもちっとしてる、はい、あんこです。結構ねあんこもしっかり入ってるんですよ。うん、生地がもちっとしてて美味しいんですよ。もちもち生地。うん、こっちカスタード、私はねこのカスタードの方が好きなんですよ。こっちの方がお気に入り。これクリーム、はい、黄色いカスタードクリーム入ってます。うん、これね食べたらわかるんですけど、クリームがねうわ駄菓子だなって感じのカスタードクリームなんですよ。なんか結構ねカスタードのあの独特の風味、なんか卵っていうのかな、結構しっかりくるやつでね、トロトロクリームじゃなくてちょっと硬いカスタードなのがまた好きで、こっちも同じくもっちり生地です。うん、美味しい。このねねっとり感のあるカスタードが好きなんですよ。美味しい。私ねこれ最初東京のなんか偶然ね見かけた駄菓子屋さんというかお菓子屋さんでこうなんか一個ずつ売ってるの見つけて、なんか他のお菓子と一緒に買ってみようかなと思って買ったら、これ結構もちもちで美味しい。なんか駄菓子の割にはクオリティ高いし、駄菓子らしいたい焼きっていうのがまたいいなと思って、そっからねもう大量買いしていつもね日本帰るたびにこれ買って帰ってます。まあ、よかったらねぜひ気になる方は買ってみてください。普通に Amazon とか楽天さん検索すれば出るかな、もっちりたい焼きで出ると思います。以上、私のお気に入りもちりたい焼きあんことクリームでした。